なるほど。辛い。味は美味しいです。残る辛さ、あのわさびみたいに一瞬で終わるんじゃなくて、こういつまでも口がヒリヒリするような辛さ。あ、確かにこれは分かる気がします。結構辛めです。すきっぱらだと、自分すきっぱらなんだけど、ポーンポワーンってあったかい、あったかいですよ、お腹が。辛うまい。結構辛いの好きな人にはいい感じかもしれない。自分では水ビールっていう風なほどの辛さではないです。ただ今もちょっとピリッとして、何気にうまい。いただきます。これはむせるかもしれない。さっきのはむせなかったけど、こっちの方がはるかに辛い。辛いし、もう焼きそばではないかな、もうこれ。カレーこれ辛いわ。
これは辛い。最初のやつはうわ辛いけどうめえだったけど、こっちはうまさはないかもしれない。舌の口の中がすごくなる。こう喋ってあーってこうずっと言ってると次みたいな、ヒリヒリみたいな。わが、わ、熱い。これのさらに上があるんですよね。もう多分誰も買わないから売ってないと思うんだけど、カレー、メガネが曇ってきてるもん。あ、これ辛い。次が食えない。カレーな、マジで。最初は、うん、あ、さっきのより辛いかなみたいに食ってたけど、食べてると口がやられますね。熱いとかでホフホフってしちゃうんじゃない。辛くてホフホフしちゃう。なんつうの、口の中に、口の中の皮膚に当てないようにホフホフしちゃうみたいな。これ言いやられるな、多分。これはマジで辛い。しかも結構まだ売ってんすよね、これね。うん、寒い時熱くなりたいんだったらこれ熱くなるよ。あとすすり食いチェックしてくださいね。あ、注意してくださいね。すすり食いはちょっとやばいと思う。あと食う前に牛乳とか飲んだ方がいいかもしれない。言いやられます、きっと。これはカレーは辛い、辛くてうまいじゃない、辛い。これ辛い。これ多分ね、食わない方がいいんだろうね、マジで。言いやられると思う。明日は出かけらんないな。これ子供食ったら泣くね、多分。あの小学生とかは。レモン、もうメガネが曇ってるし、あと食いながらはって休むともうダメ。もう口ボワージーンとしちゃって、食うんだったら一気食いみたいな。まあちょっと結構きついけど、一気食いもこう喋ってるのもきつい。カレー、口の中の辛さが抜けないんですよね。今も辛いもん。なんかジーンとして、あー、こういう辛さか。やっぱ辛いんだな。
いの好きだけど、これは好きじゃないかな。これは確かに地獄かもしれない。これが食えねえ、こんだけが食えねえ。俺のデコ分かります？汗が出てきた。これ真夏食えないね。けどいただきます。これマジかね。こう食べて飲みをごっくんした後もまだこう地獄が続くみたいな。息するたんびにこう辛いですね。いや辛っ。